キャンプファイヤーはキャンプ場所で行われる焚き火。調理のために使われたり、人と人が集って社会的活動をする場所となる。ボーイスカウトでは映画とも呼ばれる。キャンプファイヤーをどのようなものにするかというのはキャンプが催されている目的や主催する人のセンスにもよる。単純に調理の場としてのみ使う人もいる。体を温める場に使う人もいる。 軽い社交の場に使う人もいる。人と人の心を結ぶための儀式の場にする主催者もいる。呪術的、宗教的な儀式の場にする主催者もいる。ちなみに、キャンプ以外の祭事などで火を焚く行事は、ボーンファイヤー、ファイヤーラリー、ファイヤーストームなどと呼ばれる。似ている面もあるが、それらはキャンプファイヤーではないので、ここでは扱わない。体を温めるためのキャンプファイヤー。 自然と人が集まり、友情が育まれる。モテギマコというによれば、キャンプファイヤーには、1、身体を温めるものに、料理をしたりするもの三、実用を離れた趣味のものの3種類ある。以下にあげるもののうち、料理に多く用いられるのは、星型の日、カルードの日であり、日本の飯を炊くには、クモの巣の日が良い。個人的な趣味の日には小さい星型の日が良く、 大人数のキャンプファイヤーには大きい星型の日、雲の巣の火が喜ばれる。ネスムックの日は、宮まで燃料が多量にある時や、寒夜などに、一晩住宅火に良い。立派な桁を組んだ霊輝くキャンプファイヤーの火花、フィンランドのアントトゥーロにて、キャンプファイヤーこの呪術的かつ宗教的な儀式は、発祥地及び宗派や、呪術の流派といった起源は不明である。 火の神への崇拝が起源だという人もいる。キャンプファイヤーを囲んで、オクラホマミキサーなどで、ホークダンスをするのは、アメリカ合衆国が発祥である。日本には戦後、連合国軍最高司令官総司令部により、持ち込まれ、学校教育の中に取り込まれた。1970年代頃までは、多くの高等学校や大学で、学園祭の後などに実施されていたが、 騒音や風気、防火などの理由から徐々に行われなくなり、現在では学校の敷地内で火を焚く例はほとんど見られなくなった。プログラムとして行うキャンプファイヤープログラムとしてのキャンプファイヤーの定義は人によっても異なるが、一緒にキャンプをしている団体のメンバーが集まって輪になり、その中心に焚き木を組んで焚き火をする形が一般的である。火が燃えている間、 集まった全員で歌を歌ったり、踊ったり、過ごし方は様々である。焚き火そのものの火力の操作などをする人を、ファイヤーキーパーと言い,い、その周りでコミュニケーションゲームや歌などの行事全体を仕切る人を、エールマスターと言う。また、キャンプファイヤーによっては、ファイヤーチーフや火の神などと呼ばれる、イゲタなどへの添加で重要な役割を行う担当者を設けることもある。 この役割の人選にあたっては、学校や各種団体などの責任者、もしくはスタッフの最年長者などが選ばれることが多い。儀式として行うキャンプファイヤーは、新木の日や儀式の日とも呼ばれ、新木の儀式の場である。儀式の細かい内容は様々であるが、儀式的な要素を用いて徐々に、日の世界を作り上げる。盛り下がりは、神聖さを重視し、雰囲気に重点を置く。 キャンプファイヤーの最後は、火の神の言葉を拝聴し、友情の火の誓いを立て、終了とすることが多い。ありがとうございます。